るところはしょってメイク終わりしたい、ちょっと終わりたいと思います。まずは下地から。おはよう、てかみんな早起きありがとうね。こんな時間に、土曜日のこんな時間に起こしてしまって、なんか5時半くらいになんか夢の中でキノコさんに叩き起こされたようわからん、夢の中で起こされたわけじゃないけど、夢の中にキノコさん出てきて、なんかのぶちゃんさみたいな、時間あったらテレビ愛知来てよみたいな言われた記憶ある夢の中でね。下地は乾燥さんのベージュのやつです、カバータイプとあとキャンディードールも使います。キャンディードールはちょっとだけ、そう呼び出されて起きました。夢にファンの人が出てくるとかあるの？いやあるある、ファンの方に出てきてめっちゃなんか叩き起こされるときは、叩き起こされる、やばい大幅な時間ロス、なんかゴミが手から離れない、ウェイ。今日やばいよね、めっちゃ寒い、朝起きて寒すぎて寒ってなっちゃった。さすがにこのキャンディードールの紫はなんか花と毛くすみ飛ばしというか白く見せたいところだけ塗ります。ファンデーション、ファンデーションはフィーのグラスなんちゃらかんちゃらファンデーションなんですけど、もうポンプが壊れていてすごく塗りづらい。そうそう、おはようみんな、ファンデーションブラシでのせます、手汚したくないから。みんなすごい早起きありがとう、すごいたくさんの人が起きてくれてて嬉しい。そうだよ、だからみんなも中ちゃんの夢に出るように頑張ってください。頑張ってくださいとはって感じですけど、あ、メイクキープミスト忘れちゃった、結構重要、今日どれ持ってくる、どこにあるんだろう、メイクキープミスト。これはティルティルのパフで伸ばしています。お休みなのに3時から起きてる、なんで3時やばくない、ほぼ私が寝た時間だけど。やっぱ中坂のことはみんなたまに夢に出てくるんだね、嬉しいな。さっきも夢に出てきたって言ってたもんね。最低8度だって、あんなに昨日ゴーゴーしてたのに今日ヒートテック着るかね悩んでるよおじなので毎日早起きしてます。やっぱさ早く起きれるようになるのかな、あんま寝られないって言うよね。こんな感じ、結構薄めに伸ばしたいファンデーションは、めっちゃいい感じだ、てかいいね、肌が綺麗だもんっていいね、なんか特段バカデカニキビみたいなのがないから過ごしやすい。ちょっと一瞬メイクキープミストとかロスタイム、ロスタイム、もうタイムアタックしてるわ今日、毎日そうなんだけど。寒い、この部屋マジで今うち史上一番寒い、ここからお風呂場が一番寒い、ういよいしょ、
メイクキープミーストはここで振りかけると思いきや振りかけません。コンシーラーします。ここで緊急事態、またコンシーラーがありません。そう、今日もなか坂2時からなので、2時何分からだっけ。そうなの、ありがとう、お知らせしてくれて。なんか別に特段肌が荒れてないとコンシーラーする場所もなくて嬉しいね。そしたらこっちにかけます。そしたら2時40分だって。そしたらちょっとなじませてからポンポンとしていきます。メイク中に口開いちゃうのあるあるだよね。ポンポン。メイクキープミストはトワタッチってところのやつで、コンシーラーはルナです。今日は顔丸くない。え、寝起きなのにむくんでないってこと、最高じゃん。20度まで上がるって言っても20度だからねって思っちゃうんだけど、20度ってやっぱあったかいのかな世間的には。眉毛綺麗だよね今。嬉しいの、眉毛形が整ってて、シャッ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 。一番時間かけるべき場所はあの圧倒的に肌なので、肌がいい感じなら今日一日のメイク。あ、やっぱ時期ですね。今週クマやっぱ今日もうコンシーラーが覆いきれないくらいクマがすごいので、まあまあ気にしないでいこう。コンシーラーすると肌がすごい乾燥します。あ、気にしない。よしよし、浴びておこう。そしたらパウダーをしていきます。パウダーはコーセーのキープミストの、あ、キープパウダーのなんか夏バージョンです。3時に寝たわけじゃないんだけどね、なんか何時に寝たかな、思ったより早くお風呂に入れてめっちゃ感動してた。違うわ、あ、そうだ、思ったよりお風呂に、あ、なんかタイムアタックが早かったわけじゃなくて、あのお風呂の入る時間が思ったより早く入れて嬉しかった。今のところね、出てきてるベースメイク全てプチプラです。感動。あの、なかちゃんお買い物上手じゃなくて、あのこの安さでこのクオリティの化粧品が買える現代の日本に感謝って感じ。マジ電車で寝ないようにしないと、本当に怖いね、この時間マジ怖い。後ろの前方後円墳かわいい。寒すぎてビエンしてる。マジありがとう日本。今パウダーを叩き込み終えたので、なんかパウダーがなんかもう最近全然乗らない肌に、アイシャドウをします。みんなね、ちょっと適宜に時間を教えてくれる、適宜にっていう日本語の使い方ってるかに教えてくれると嬉しいです。アイシャドウは紹介しないっていうね。アイシャドウはどこのだろう、これ。デザイニングパレットオレンジ、どこのだろう。シンエルみたいな。6時11分なんていい数字。よし、オレンジ色をとにかくまぶたに塗ります。でもあんま広く塗りません、私は狭めに塗ってぼかすって感じ。なん
かアイシャドウこの辺の色を結構広めに入れると目腫れてる人みたいになっちゃうので私は。えクマやばくない、めっちゃ浮き出てくるんだけど止まらない止まらないクマ。そしたら2色混ぜて、鏡の気持ちになれる。鏡ってどんな気持ちなんですか、可愛いなってこと。最近はもうめっちゃメイク濃いので、でもどうせ落ちるっしょっていう気持ちでやってるのと、写真映えするのは圧倒的に濃いメイク、ステージ映えするのも圧倒的に濃いメイクだから、なんかよいしょよいしょで濃くしなければ、例えばなんか純情側の MV とかが濃かったらさ、コンセプトずれしちゃうじゃないですか。やっぱ天使だからテーマは、なんかあの天使がバチギャルみたいなメイクしてたらさ、ちょっとさすがにおおーってなっちゃうじゃん。いや分からんよ、一人くらいバチギャル天使がいてもいいのかもしれない、多様性の時代だからね。ちょっと締め色を入れておく。やばい、めっちゃメイク濃い、でもノープロブレムです。アイシャドウはもう一個塗ります。とエチュードのピンクの可愛いパレットで涙袋だけ描きます。描くっていうか美しくしていきます。やっぱね、涙袋がチュルチュルだとね、女の子はね誰も可愛い。これです。続きまして眉毛を描きます。眉毛は衝撃のユアグラム100均です。もうこれ大好き、本当に描きやすい。眉毛はマジで100均が大優勝なので、眉毛のペンシルもあるんですよ、眉毛を描くね、描き足す、あれも100均が一番好きです。私はユアグラム愛してる。だから100均でこんないいコスメが買える時代やばくないですか。しかも100円だよ、ちゃんとすごい時代だ。ちょっと眉尻が長いの今、そぎ落とさないとね。なんか眉毛はなんかめっちゃなんか大事な日以外はパウダーで描いてます。なんかコンサートとかだとさすがにちょっとペンシルで描き出すこともあるけど、基本的にはまあ見えないしええかーって感じです。本当にもう15分、早いな。でもだいぶ終わってきてる。眉マスカラを塗ります。眉マスカラは多分ヘビーローテーション、もうパケもハゲハゲ、中身もほぼ入っていませんが、今気持ちで塗ってる。もうだって透けてるもん中、多分もうあんま意味ない気持ちで塗ってます。とまつげをやりたかったんですけど、まつげはまあちょっと後でに回してアイラインを引きます。アイラインはやっぱ長いのが好きなんですけど、丸顔は長い方がいいんですけど、最近はあんま長くなりすぎないようにこだわってます。長くなっちゃったこれさ、左右対称に描くのマジで無理。マジメイクの知識ある方教えてね、いっぱいいろいろ。こっちのアイライン描くの苦手なんですけど、まあこんな感じでいいやろって感じ。アイライン終わったら涙袋の影を描きましょう。もう15分配信経ったってこと、恐ろしい。
なんか今までこっち側を大事にしてきたんだけど、圧倒的にこっち側の方が大事だから、涙袋の話ね、鍵がこの辺にある方が可愛いので、なんかね、このここのこの先っちょがぷっくりしてる方が可愛い。逆に置き鏡でメイクすることなさすぎてさ、もう手持ちしか慣れてない。今度置き鏡アイラインやってみる。なんか劇場もさ、キュウキが座ってる椅子にだけ使えないからさ、ずっと手持ちでみんな化粧してるからさ、そうそう、ちょっとやってみよう今度。ありがとう。そしたらここからは中坂の大切な鼻を描いていきます。え、権田選手契約満了出たんですか？公式リリースですか？え、ショールーム見ながらやった方が鼻きれいに描けるわ。なんでや。シェーディングはキャンメイクです。本人が言ってるんだ、メイクする順番はもう全然違うと思います。ベースの後にシェーディングとチークとハイライトする方もいるし、キャンメイクです。こちら確かになんか今日すごいシュッとしてる。昨日そんなむくみが取れるもの食べてたかな。こんにゃくでもすごそう。分からんけど、あんまむくみ取れるの。バナナとかってめっちゃむくみ取れるらしい。シュ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 。だいたいいつもはフェイスラインにしか入れません。6時20分、目覚ましじゃんけんの時間じゃない？Are you ready? ハイライト入れます。ハイライトどこにありますか？え、ハイライトいぶ声しちゃった。開いた。ハイライトは逆にセザンヌです。インラインは引きません。あの不器用すぎて。鼻は先っちょと残ったので、ここちょっと出して、ここでもなんかここに入れると結局ほっぺ丸く見える説ある。こんな感じかな。そう、セザンヌもめっちゃいいよね。セザンヌとキャンメイクの進化止まらなさすぎてさ、なんかもう一生いいやつ出てきちゃう。チークを落としたくない日のおすすめはクリームチークを使うことなんですけど、メイクパフを使ってクリームチークを塗ってみたい。初めて、今は使ってないメイクパフを使って塗ってみます。ペの真ん中に三角のハイライト入れると可愛いの。やろ。このチークを先に仕込んでいきます。じわっと。今はね、眠くない、起きたばかりだ。あと寒すぎて目覚めた。めっちゃいい感じ。そして鼻にめっちゃチーク入れます。こちらのクリームチークはくるみにもらったコスデコのやつです。赤ちゃんがコスデコくれた。5時半に起きましたよ。結局全然コメント読んでない。みんな
沖縄や鹿児島に大雨注意報出てんの？やば、大丈夫ですか？そっち方面なんか。大雨注意報なんかさ、よく出るじゃないですか、日本って警報とか注意報が。なめちゃかんよ、侮るべきではない。じゃあハイライト入れてみよう。あ、ハイライト消えた。この辺かな。合ってるかな、場所。全然違う場所だったらどうしよう。あ、でもここ可愛いかも。確かに。おお、顔面が出来上がってきた。嬉しい。あとまつげだけですね。まつげちなみに紹介しておくと、まつげはキングダムとヒロイン、違う、合ってるわ、ヒロインメイクとキャンメイクのクイックラッシュカラー。あとここに今日はヒロインメイクのまつげコート、まつげのトップコートみたいなのを入れます。はい、ピンセット切れました。最悪。え、マジでピンセットない？あった、焦った。このピンセットなくなるとこの世の終わりすぎるから。という感じで、皆さんにお付き合いいただき、メイクが終わりました。じゃーん。リップはラカとロマンド今使ってます。ということで、今日はなんか両耳かけしたいところなんですけど、めっちゃ跳ねてるし、こっちがまだ終わってないので、どうにか両耳かけにしていきたいと思います。ゴムなかったから赤いゴム終わりまーす。ということで、見守っていただきありがとうございました。そうで、多分きっと夜もやるので、夜配信はもっと皆さんの話を聞けたらいいなと思いました。ありがとうございました。それでは終わります。皆さんもいい土日をお過ごしください。バイチャー、じゃんけんぽん、あっち向いて、ほい。今日の合言葉はかわちい、バイバーイ。楽しかったならよかった。かわいいですか、ありがとう。今日も一日頑張ろう。